新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。近年コロナの感染で、世界中がいろんな大変な時期ではありましたが、実は私はオンラインで日本語を教えることを始まったのは、コロナのきっかけではありました。最初は日本語の授業を録画して Facebook で発信したり、その後 YouTube でも日本語を教えることを続けてやりまして、今年は2年目に入っています。そして、皆さんにいいお知らせとしましては、昨年の9月に私は京都外国語大学の日本語教育課程を、無事に終了することができました。そして日本語教師養成講座420時間講座も、終了しました。コロナの大変な時期の中でも日本語を教えたいという私の強い意志が今の結果につながったと思います。皆さん大変な時期だからこそ新しい道を見つけて新しい挑戦をできるのだと思います。夢と目標があればそれを実現するための方法がきっと見つかります。今年もまだまだコロナの感染が続けるとは思いますが、皆さん今自分のできることを一生懸命に頑張って、2022年は皆さんにとって素晴らしい成功の導いた一年ではありますように心からお祈りいたします。今年もよろしくお願いします。